木村さん、なんか何見たんですか？私、ベルエポックでもう一度、私、洋画の1位にしてたのがこれだったんですけど、そうそう、話題になりましたね。見ました？僕は見ました、もちろん。あ、本当ですか？はい。タイムトラベルを体験するお話だから、すごいおしゃれだなと思って見に行ったんですけど、なんか実際の話の内容、結構なんか人間味あるなっていう、すごい感じでした。曇った表情でプレゼンするじゃないですか。いや、でもそれが好きなんですけど、なんか本当になんか綺麗なんですよ。 絵とかは本当にフランスの1970年代にタイムスリップして、タイムスリップサービスでこう戻る疑似体験で、だからそのなんか街並みとかもなんかポップだしおしゃれだし、めっちゃいいんだけど、めっちゃ良かったの、けど話が浮気とか、あ、だからドロドロしてる。そう、ドロドロしてるの。だからそれが面白かった。へえ、好きそうだね、カナエ。ものすごい細部を話してくれるんで、全体は全然わかんない。あの、とりあえずこの主人公のビクトルが、ね、ちょっと奥さんに嫌われちゃって、奥さんにも嫌われてイラストレーターやってたんだけど、その仕事もなくなっちゃって、でもなんかこうデジタルとかもわかんないから、こうなんかパソコン使った仕事とかも嫌だみたいな感じになってて、もう奥さんと喧嘩して家追い出されちゃう。でその時に息子さんにこう招待された疑似体験サービスでタイムスリップの疑似体験をして、昔の運命の女性に出会う、出会いに行くっていうところなんだけど、その出会いに行ったところで、その運命の女性を演じてる女優さんもなんかこういろいろ恋愛事情とかがあるの、はあ、なんかそのサービスを運営してる会社の社長とちょっといろいろね、恋愛とか、だからもうなんかいろんな恋愛がもうなんか混ざってる。けどなんか最終的にやっぱこう若いところに戻っ、最終的にっていうか、その若いところに自分が戻って生活したりとかしてるから、もうおじいちゃん生き生きしちゃって、ビクトルさんは、まあ、お金がないとこのサービス延長しても受けれないっていうのもあるから、あのそれをそのためにも、あの若い頃の運命の人に会うために、自分もじゃあもう一回仕事しようってなって仕事しだしたりとか、結構前向きな話です。難しい。でもほぼほぼあのストーリーラインはほぼほぼ説明できてたと思うんですけどね、で、まあ、主人公のおじさんがね、そのまあお話にあったようにもう全然ダメなやつなわけ。本当にダメ。もうイラストレーターとして一時期すごい売れた名前があったんだけど、デジタルについていけなくて、もう全然仕事もしてないし、でそのことによって長年連れ添った奥さんからもうめちゃくちゃ邪険に扱われてる。もうなんかで、なんなら自分の息子がちょっと仕事を頑張って金持ちになったらちょっと嫉妬したりとかしてる。すげえめんどくさいおじさんがいる。そのすげえめんどくさいおじさんがその好きな時代を体験できるサービスに出会ってしまって、若い頃の奥さんと再会するっていうシーンを何度もやっていくうちに、実際に演じてるそのお姉さんにちょっと好きになっていっちゃって、いや、なっちゃうよな。もうバカなのかお前はっていう。あのね、でも、僕もこれ見て、あの僕は好きな系の映画だった。もうとにかく人は愚かだっていう話。そう。もう本当に愛しいほど愚か者たちが出てきて、もうお前はバカかっていうねことたくさんやっちゃうんだけれども、結局そのことによってすごい小さいけれどもすごい大事なものを手に入れるっていう話で、いやもうこれはね、なんかもう将来、まあ、僕はもう結婚してもう9年とか経ってますけど、結婚生活これから、まあ、送ることになるじゃないですか、はい、いずれ結婚してね、はい、なるかな。もうそういう人にとってはちょっと痛みとこっていう。この熟年夫婦が何に悩みどんなひどいことが起きるのかっていうことを一通りやってくれるんで。でもなんか意外とその主人公に感情移入するかなと思ったんですよ、おじいちゃんに、でもなんかそうじゃなくて、意外と奥さんとか、その演じてる若い頃の奥さんを演じてる女優役の人とかにのなんか気持ちも、あ、分かるわみたいな。なんか、ね、割と群像劇なんですごいいろんな登場人物が出てくるんで、誰かしら推しキャラが現れるんです、誰が一番推しキャラだったんですか？うわー、やっぱどっちだろう、ね、奥さんか、その女優さんか、めっちゃ迷ってるけど、その女優さんの役の人はもうなんかね、彼氏にさ、なんかこう何
なんか俺の仕事手伝ってくれよみたいな言われるの、うんうん、でもなんかそれもうそんなんするわけないじゃんって言いながらキスしたりするの、なんか泣きながらもうそんなあんたのこと好きになるわけないじゃんって言いながらなんかそれに共感してんのか、なんかそういうの面白かったまあこじれた女なんですよ。そうすげえこじれた、まあこじれた素直じゃない感じ。出てくる女性2人ともなんか芯がある系のかっこいい女性だったから結構好きでした。いやそんな熟年夫婦になって二十何年一緒にいるとこんな雑に扱うの悲しすぎるぜっていうこととかね、まあいろんなもう引きこもごもですよ。もう大人の恋愛事情を満喫できますから。なんか映画館見に行ったんですよ。そしたら意外とやっぱ老夫婦みたいなのが見に来てて、多かった多かった多かったですよね、うん、多かった。この映画見ていい感じになってるっていいなって思いながら、あ、いい感じになれそうなの最終的に、まあなんか最後なんかねはっきりとはかいなんかこういい感じみたいな感じではないけど、うん、でも絶対いい感じになるじゃんみたいな。僕が見に行った時割と一人で来てる初老の男性が多かったんで、終わった後聞きたかった、もうどう思ったお前今何を思ってる一人でこの映画来ちゃったけど一人でこの映画来ちゃってるよねどう思ってるっていうことは聞きたかったね、うん、あとじゃあちなみにこれ目の前にあるからスーパーノヴァ、これもですねあの老夫婦というか、はい、長年連れ添った恋人同士の話です。もう長年連れ添ったゲイカップルの二人、もう超可愛いの。もうこの年になってもすごいイチャイチャしてるし、喧嘩の仕方も可愛いし、もう超可愛いんだけど、この2人がある理由があって、旅をしていかなければいけないっていうロードムービーなんだけれども、うん、コリン・ファースト、スタンリー・トゥッチっていうね、うん、まあコリン・ファースっていうのはあの英国王のスピーチの、あの王様でございますね。でスタンリー・トゥッチって悪い役をやる機会が多い俳優さんなんだけど、この2人がねもうイチャイチャゲイカップルを演じていて、もう超可愛いなんだけれども、ラスト俺はもうどんだけ泣くんだっていうぐらい、もうこれもちょっと老夫婦つながりでいくと、これもぜひご覧になっていただきたい。そんなに泣けるんですか。もう素晴らしかったよ。泣きた。素晴らしかった。もう伊藤さんクワイエットプレスで泣いてんだったらもうこんなのも一頃さこんなの一頃、まあ、スーパーノーバーもすごく面白いんでぜひ見てください。あ、ルロケンも見ました。ルロケンのビギニング、ビギニング見ましたか。見ました。いかがでした。もうバッサバサ切ってました。いやルロケン、ルロケンシリーズ完結編の感想がバッサバサ切ってました。でもなんかこれはなんかルロケンの罠にはめられてると思ったんですよ私、あの映画を見に行って、うん、罠もうこれビギニングを見たらもう一回最初を見たくなる。いやそうだね、もうもう素晴らしかったね。もういやもうこれもう一回見るじゃんってなって、でももう一回見たら絶対もう一周回ってきてまたもう一回見たくなるんよ無限ループなんだ。無限ループなの本当に。いやだからさやっぱり完結編でこっちとしてはさもう終わっちゃうんだ悲しい、これで終わっちゃうんだこれで終わっちゃうんだと思いながら、もう続き見れないんだと思いながら見に行ったら、るろうに剣心のバリバリの前日だ、もうエピソードゼロだから、あ、はいはいはい、終わりを見に行ったんだけど始まりを描いてくれてるからもう完璧、もうこれで終わっていくんだったら完璧っていう気持ちになった。とても楽しかったね。いやすっげえ俺も超面白かった。さあというわけで今回もいろいろ話しましたけれども、次回はですね私が個人的におすすめしたい映画いくつか選んでまいったんで、うん、その話をですねもう一方的に浴びせるように皆さんに聞いていただきたいなと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。番組を見て面白いと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。